リンクタグを挿入します。先ほど控えたリンクタグをコピーします。本文の最後の部分で右クリックし、貼り付けを選択します。人気ブログランキングへというテキストの部分は、クリックしてねなど、ご自分の表示させたい文字列に変更しても構いません。以上で、記事内にリンクを作成する方法は終わりです。記事のタイトルなど必須項目を入力し、この内容で投稿するボタンをクリックしてテスト投稿してみましょう。また、プラグインのフリーエリアで同様のリンク URL やリンクタグを利用すると、サイドバーに人気ブログランキングへのリンクを表示させることもできます。